はい、12月1日、本日の取引が終わりました。日経平均は昨日に比べて204円64銭高い 18,513 円12銭となっています。この 18,513 円12銭は、今年最初の商い1月4日第8回の日の終値 18,450 円98銭を抜いてまして、終値ベースでは今年の高値となっています。またトピックスも高く 13.84ポイント高 1483.27、 JPX 日経インデックス400も 129.03 ポイント高の 13,311.39 となっています。東証一部の売買代金ともに膨らんでいます。売買代金は3兆2900億円と昨日に続いて3兆円台の商いとなっていました。値上がり銘柄が1137、これは 57% に相当します。値下がり銘柄が735、 36.9% の銘柄が値下がりしています。変わらずは118でした。ニューヨーク市場で WTI 原油市況が大幅な上昇となって、なおかつ為替がドル高円安、一時は114円80銭台まで、9ヶ月半ぶりの高値水準までドルが買い進まれたことを受けまして、東京市場朝方から買い気を強めて始まりました。前場前日系の終わり前日系近くになりまして 18,746円という値段がありましたが、さすがに高値警戒感も台頭しまして、5番に入っては急速に上昇幅が縮む展開というふうになりました。日経平均も一時は 18,469 円という本日の安値を2時過ぎ2時34分につけていました。昨日行われましたウィーンでの OPEC の総会でもって、当初懸念されていました減産に合意をすることができたということで、原油市況が上昇、そしてその他資源価格にも好影響が出ていることで、物色されましたのは資源エネルギーあるいは金融セクターの銘柄でした。業種別で見ますと工業、山の工業ですね、これが 9.5% 高、そして石油、石炭、海運といった業種の上昇が目立っています。また、アメリカで、財務長官が、次期トランプ政権での財務長官として、ゴールドマンサックス OB の方を選任したということが伝えられまして、アメリカでも金融セクターが上昇を目立ってました。こちらでも証券、保険、銀行といった金融セクターの銘柄の値上がりが目立っていました。逆に、原油価格上昇、そして、円安ということで、原料コストアップを警戒される業種、空運、紙パルプ、水産、陸運といった業種が逆に値下がりしていました。中で、メガバンク3行は株価的には伸び悩みの動きだったんですが、証券株の中で野村証券が5番も商いを集めて、堅調な推移となっていました。ここら辺が株式市況の回復、そして金融セクターに対する見直しの動き、そこら辺を映した動きと見ていいかと思われます。以上、東証アローズから大引けの情報をお伝えいたしました。